本にちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです。本日の企画はこちら、全私が泣いたマイベスト泣ける BL。 あ、じゃあ本日の企画をお願いします。はい、はい、もうこのタイトル通りなんですけども、はい、もう数あるね感動できる BL 作品たくさんあると思うんですけども、はい、その中でもこれまで読んできてもう実際に泣いた、はい、心が泣いたでも実際に泣いたでもどっちでも含めて、はい、とりあえず泣けに泣けてもう顔がびちょびちょになった作品をちょっとそれぞれね1作品ずつ紹介させていただければなと思っております。はい、私たちの主力の1作をお届けできればなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。まず私綱吉が紹介したいのがこちら、はい、原田先生のワンルームエンジェルです。はい、もう知る人ぞ知る作品だと思うんですけども、はいはい、もう、まあ、ご存知の方もね含めてざっとあらすじをおさらいしますと、こちらの表紙にいらっしゃるちょっと冴えない感じのおじさん、うん、はいはい、お兄さんが、はい、コウキさんって言うんですけども、はい、コウキさんがちょっと死にかけみたいな場面で、はいはい、空から天使が降ってきまして、はい、この表紙にいるこの子がね天使くんなんですけども、はい、天使が降ってきてそこで人間と天使が出会って2人でなんか一緒に暮らしていくみたいな、ざっくり言うと本当にそういうお話なんですけども、うんうん、果たしてこれは本当にファンタジーなのかってところからなんですよ、まず。そこからなんですね。なんか天使って言ってはいるんですけど作中で、はいはい、でも本当に天使なのかってところもよくわかんないですし、コウキさんが死にかけて、うん、でもじゃあ天使はなんで死にかけたタイミングで空から落ちてきたのかも、ってでこのなんでなんでって思ってたことが全部作中のこの話を見進めていくと分かるんですけど、分かると同時にもうなんかそうだとちょっと思ってたけどそうじゃなければよかったのにみたいな、あーなるほど、感じでめっちゃ泣いちゃうんですよね、はいはい、っていうかもういや、うん、泣きました泣きそうとかじゃなくて、はい、泣きました。でこれはもう感動作としてね、はい、多分もう原田先生の作品たくさん素晴らしいものがある中で読まれている方多いと思うんですけども、はい、なんかこの天使っていう、はい、よくわからない存在、はいはい、だけど天使ってなんかずっと永遠に生きそうじゃないですか。そうですね、生きていきそうだけど、うんうん、なんかちょっと永遠じゃない感じも漂ってきて、切なさがずっとあって、はいはい、このコウキさんと天使が二人で一緒に暮らしてるその時間が、はい、なんかすごい幸せそうなんですよ、読んで楽しそうなのに、でも永遠さを感じないっていうか、どこかでプツって終わってしまいそうな危うさがずっとあって、なんかハラハラなんだろう、幸せな気持ちも絶対あるのに、うん、心のどこかでハラハラ感をなんか捨てきれないんですよ、読みながら。じゃあずっと幸せの後ろにこう一枚影が張り付いてるような、そう、なんか不思議な気持ちでずっと読んでしまって、はいはい、なんかその続く保証がない幸せっていうんですかね、うん、へえ、まあそういった2人でね過ごしていく中で結構2人の世界がどんどん完成していくんですよ。お、2人だけの世界みたいな。そう、でそれが見てるこっちも全然幸せでいいなって思うんですけど、こう一歩外に出て、2人の世界から外に出た時に、実際の外っていうか世の中から2人が結構浮いてるっていう感じの描写もあるんですよ。なんか2人が世の中にちゃんと溶け込めてない感じ、2人だけだったら幸せそうだけど、こうパッて一歩外に出た途端、なんか幸せって何だったっけみたいな感じになっちゃったりもして、なんかこの世界にね入って、世界にいるっていうのは生きてるってことじゃないですか、うん、その生きてることについて考えさせられる、なんか深いんですよ、壮大で意味深な、そうなんか全ての出来事が意味深に感じられて、はい、なんか全部が何かの伏線なんじゃないかって思うし、うんうんうん、なんか基本2人だけで話は進んでいくんですけど、他のサブキャラが出てきた時もなんかこのサブキャラも外の世界の人だから、はいはい、が入ってくると手助けをしてくれる存在っていうよりも、むしろ2人の世界が壊れちゃうきっかけになるんじゃないかって、うん、私はちょっとサブキャラが出てくるとハラハラしちゃって、あ、じゃあ読んでるこっち側も結構その2人だけの世界の方の住人になっていく感じ、うんうん、そうなんか気づけばそっちを望んじゃってるんですよ、だけど絶対不健全ですよね、それってそっちじゃない方がいいって分かってるのに、はい、読みながらそっちを願っちゃって、はい、でそのままもう泣ける渦に巻き込まれていって、でこの作品のなんか個人的に一番すごいなって思ったのが、しっかりこう、まあ、長い結構分厚めの作品なんですけど、そうですよね、これが
バーって続いていって号泣の泣けるピークが一番最後にちゃんとあるんですよ。わあ、なるほど。バーってどんどん積み上げていって、はいはい、最後にちゃんと泣けるっていう、はいはいはい、そのなんか作り方がうまいなって。さすがの、ね、なんか余韻ってあるじゃないですか、はい、泣いた後の、ね、泣いた後の余韻は読者側が作るものというか、はいはい、読み終わってそれぞれが感じる余韻だと思うので、はい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 、もうピークでカッて終わる、なんか終わり方がねやっぱり素晴らしいんですよね。なるほど。じゃあ結構後を引くというか、うんうん、というところも作品自体は終わるのに、はい、ずっと後を引いて、はい、ずっとこの作品のこと考えちゃう時間が続くっていうのが、そういう意味では間違いなく泣ける BL だなと思い、もう忘れられない作品定期的に読み返したくなる作品です。あ、なるほど。続いてほぐしみが紹介する作品はこちらです。はい、東かや先生の親愛なる陣営1巻2巻です。はいはいはい、はい、もうこちらもね結構まあ言わずと知れた名作かなと思うんですけれども、うんうん、あらすじをちょっと簡単にお話ししますと、はい、まずそのニューヨークにこの攻め あのトレバーが一人で住んでるんですけれども、はい、彼の親戚で甥っ子にあたる子が訪ねてくるんですよね、うんうん、でその甥っ子があのトレバーの書斎のこう掃除を手伝ってた時に、おじのそのトレバーの日記を見つけるんですよ。でその中にめちゃめちゃジーンっていう人に対しての手記みたいなのがこう綴られているんですけど、でそのトレバーの甥っ子も名前がジーンって言うんですよ。でも明らかに自分のことじゃないジーンのことがすごいこう詳細にいっぱい書かれていて、えこれってなんだろうっていうところからこう過去にを辿っていって、トレバーの昔の恋をこう追っていくっていう話なんですけれどもいやーすごいんですよ。もうでその日記を見つけたところから1973年に遡るんですけども話が、うんうん、攻めのこのトレバーですね弁護士をしていまして、はい、ある日ちょっと重要な書類をなくしてしまうんですよ。でそれをこう見つけてくれたのが受けのジーン君なんですよね、うん、これはそのさっき言った甥っ子じゃないジーン君です、うんうんうん、で彼そのすごい身なりもボサボサだしなんか大丈夫みたいな感じの身なりをしてるんですけど、うんうん、なんでそんな身なりをしていたかというと、彼その元が出身がニューヨークじゃなくってアーミッシュっていうすごいこう昔の文化を大事にして電気とかガスが通ってない村から出てきている状態なんですよ、でそのアーミッシュで暮らすその青年たちにはラムスプリンガっていう時期が設けられていて、うんうんうん、その若いうちの 1,2 年だけ外の世界に出て体験してそれからまた戻ってきてアーミッシュの生活を続けるかその外に出ていくか選べる時期が来るんですよ。ほうほうほう。外で生きていくことをなんか選ぼうとしている青年だったんですよね、ジーン君が。で彼を拾ってちょっとこうなんですか捨てられていた子犬じゃないですけどもう全然身なりとかもう汚くて貧乏だった彼を拾って家政婦として育てていく中で2人のこう中に愛だったりとか絆が芽生えていってっていうお話なんですけれども、このお話やっぱ何がすごいって、とにかく設定が凝っているっていうところがまず一つあって、はい、とてもリアリティが高いですよね。そのアーミッシュの話だったりとか、やっぱその1973年のアメリカで同性愛っていう特にそのゲイの男性が、どういう立場に置かれていたかっていうところも結構こうリアルに書かれてますし、やっぱそのトレバーがどうしてもねなんかそこをこう、結構その自分がゲイであることをあまりこう公言せずに、隠しながら生きていくところでこうなんか一個生きづらさみたいなところも見えますし、あとその中でこう出会ったトレバーとジーンが惹かれ合って恋人になっていっても、これから先もっと若いしいろんなことを学びたい、それもそのためににはトレバーの元に居続けたらその選択って取れるのかなっていうところですごい悩むんですよ。でそこでね選んだその先の選択肢だったりとか2人の人生がこう別れていった後のその話っていうところもすごい感動ポイントなんですよね。で全部読んだ後にじゃあなんでその甥っ子の名前がジーンなのかとか、この親愛なるジーンへっていうタイトルっていうところも全部こう回収されていってこんなになんか切ないけど暗くはないし、なんか明るい方には進んでるけど、すごい泣けちゃうっていう感じの泣き方をしましたね。なるほど。なんかその設定がリアルだからこそ、没入もできるし、で気づいたらその設定にのめり込んだ先にその設定を回収するように終わっていく感じがより泣けるポイントですよね。そうなんですよ。もうなんか私自分が流した涙の中で人生で一番綺麗な涙がツーってやつですね。そうツーって出たなっていう作品なんですごい思い出深いですね。ということで今回はマイベスト泣ける BL を一冊ずつ紹介させていただきました、はい、
ぱりね、なんか喋ってるだけでもちょっとこう込み上げてくるものがありますよね。なんかうるってきちゃって、やっぱり何度読んでも同じとこで結局泣いちゃうんですよね。そうなんですよ。なんかそれがもう名作たるゆえんというか、もうまた泣けるものはね、何回泣いてもその、ね、涙枯れることない。何言ってんだろういや本当になんか、まあ、泣いてすっきりしたい時とかにもやっぱり、まあ、あると思うので、そういう時にもね、こう感動ビールっていうのはやっぱり私たちの心に深く刺さるところがあるのかなと思います ね。今回紹介させていただいた作品のちるちるの紹介ページを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。そしてぜひ皆さんの泣けるビールも教えていただけますと幸いです、はい、お待ちしております。コメント欄にどしどしお書きいただけると嬉しいです。はい、はい、それではバイチルー。